こんにちは、クリッカーセリカです。 B セグメントハッチバックのルノー・ルーテシア、そのスポーツイメージを牽引するルノースポールのトップモデルとなるのがルーテシア・ルノースポールトロフィーです。同モデルは最高出力220馬力、最大トルク260ニュートンメートル、4速、5速での走行中に一時的にトルクを280ニュートンメートルまで引き上げるオーバーブースト機能を搭載する 1.6 リットルの直噴ターボエンジン、素早いシフトチェンジを可能にする6速エフィシェントデュアルクラッチトランスミッションが組み合わされたレーシーなモデル。5月17日、50台限定で販売されたルーテシア RS18 はルーテシアルノースポールトロフィーをベースにルノースポールフォーミュラワンチームの F1 マシン RS18 のイメージが反映された限定車。漆黒のノワールプロフォンメタリックのボディカラーをはじめ、ブラックルノーエンブレム、ジョンシリウスメタリックの F1 タイプエアインテークブレードフィニッシャー付きサイドプロテクションモール、アロイホイールセンターキャップの組み合わせにより F1 マシンの RS18 を連想させます。さらに RS のロゴ、シリアルナンバー入りキッキングプレート、専用フロントドア、ルーフデカール、レザー&アルカンタラステアリング、カーボン調エアコンベゼルが装備されています。抽選販売となるルーテシア RS18 の価格は347万円、受付は5月17日から21日までとなっています。